私事ではありますが、ここでたくさん歌っています。あの日を後悔していないことにするために、涙が流せなくなりました。その日から今日まで、その声で思いを伝えています。どうかあなたに届けたい、立ち止まって聞いてほしい、消えた鳴き声を。あなたが聞こえないことが伝わってほしいから、あなたが、あなたに受け止めてほしい。また聞いてて、私事ではありますが、知ってるふりして歌っています。いつかの思いが出来事は価値なんだね。涙が流れますように、とこの声が何度も歌ってます。拙い言葉でも聞き出せない。仕事で